レイモンド・スプルーアンス。レイモンド・エイムズ・スプルーアンス。レイモンド・エイムズ・スプルーアンス。1886年7月3日から1969年12月13日は、アメリカ合衆国の海軍軍人。最終階級は、海軍大将。1886年7月3日、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアで、アレクサンダー・スプルーアンス。 アレクサンドル・スプルーアンスとアンナ・エイムズ・スプルーアンス、アンナ・ミス・スプルーアンスの長男として生まれた。誕生後、インディアナ州インディアナポリスの家で育つ。父親の家系は、奴隷所有の大規模農場経営や商人を経て、インディアナポリスに土着した一族で、母親の実家ヒスケは、マサチューセッツのヤンキー、オランダ系移民のいの9代目にあたるボルチモアの裕福な家系で、 母親は16歳の時に、叔父のいるイタリアジェノバへの留学歴がある。他に、家族は3歳年下の弟ビリーと6歳年下の弟フィリップがいたが、フィリップが病弱で知的障害者だったため、母親は6歳のレーモンドを、ボルチモアの実家に預けることにした。こうして思春期を両親、弟二人と離れて暮らすことになった。高校生の時に騒動先の母親の実家ヒスケが、 破産し、やむなくインディアナポリスの実家に帰ったが、スプルーアンス家も父アレグザンダーは破産して仕事もせずにブラブラしているよステニンで、ボブズメリル社の編集者であった母親の収入に頼っていた。1903年、アナポリス、アメリカ海軍兵学校に入学。大学進学は経済的に困難であったため、無料で高等教育が受けられるということで受験した。 当時アナポリスでは上級生が下級生に臨時を加える状態にあったが、スプルーアンスは割れ感せずといった態度で過ごしていた。時間不足に伴う卒業繰り上げ政策で半年卒業が繰り上がり、1906年9月12日に209名中21番目の席次で卒業する。上位候補生として、戦艦は BB-4 に乗り組となり、 1907年にアイオワが助手席になると、グレートホワイトフリートの一席であった新鋭戦艦、ミネソタ、BB-22 に、転属、12月からの世界巡航に出発し、1908年10月に、最初の気候地日本における、ガーデンパーティーで、東郷平八郎と出会う。後の上官チェスターに3つほど熱烈な経緯ではない、ものの、東郷の殺走とした姿に、 日本国民に対する敬愛の念を抱いた。1909年2月、帰国後、電気技術の研修生として、ゼネラルエレクトリック社に1年間勤務。1910年、商位に任官。戦艦、コネチカット、BB-18 乗組みとなり、1911年10月に、巡洋艦、シンシナティ、C-7 に、機関将校として赴任。 1912年、成績優秀につき、中位に昇進した。1913年、駆逐艦、ベインブリッジ、DD-1 の艦長となった。1914年5月、大尉に昇進、アメリカ本国に帰国。バージニア州、ニューポートニューズ造船所に、海軍監督官として赴任。1914年8月、第一次世界大戦は勃発。 12月、幼馴染のマーガレット・ディーンと結婚した。造船所で、戦艦、ペンシルベニア、BB-38 が浸水すると、同艦の電気担当士官として上艦。1917年、ブルックリンの海軍交渉に転属し、戦時特例で少佐に昇進した。1918年、士官不足が深刻化し、戦時特例で中佐に昇進した。 1918年11月、終戦。戦後は、ドイツの客船、カイザー・ビルヘルム・ウィーイオの捕獲、改良輸送船、アガメムノンの副長に就任して、ヨーロッパのアメリカ兵の帰国輸送に従事した。戦後に転職を考えていたが、学府から、お前は、正直すぎて、ビジネスには全く向いていないと、アドバイスされて海軍に残った。1920年、 駆逐艦、アーロン・ワードの艦長に就任。この駆逐艦を含む6席からなる駆逐隊の指令は、ウィリアム・ハルゼー中佐であった。ハルゼーはスプルーアンスを駆逐艦の艦長として、極めて優れた技能を持っているだけでなく、その性格並びに頭脳においても、極めて優れた人物であると評し、スプルーアンスも、ハルゼーの統率力と勇敢な攻撃精神に、尊敬の念を持つようになった。 また、お互い家族ぐるみの付き合いをするようになっている。1921年、海軍省技術部電気課長に就任。同年、父アレキサンダーが死去。1922年、中佐に昇進。1924年、ヨーロッパアメリカ海軍部隊参謀を拝命。部隊のいるフランスシェルブールに家族と共に引っ越した。その後、一時的に帰国し、駆逐艦。 オズボーン艦長を拝命。前任の艦長であるハルゼーは交代の際に乗組委員に対し、新しい艦長は良い艦長になるから気まじめさだけで誤解しないようと言い含めた。1926年、海軍大学校に入学。1927年、卒業。海軍作戦部情報課勤務となった。この時、日本大使館駐在部官。 坂の常全体差や伊藤誠一中佐と進行があった。1929年、戦艦、ミシシッピ BB、BB-41 副長に就任。1931年、海軍大学に戻り、通信教育部門の責任者となった。同年、大佐に昇進。1933年3月、合衆国艦隊偵察艦隊駆逐艦軍の参謀長に就任。 1935年、海軍大学に勤務。1938年、戦艦、ミシシッピに艦長として赴任した。1940年2月、長将に昇進し、第10海軍区、カリブ海と西インド諸島の初代司令官に就任。プエルトリコ基地建設に従事した。1941年諸島、大西広志文艦隊司令官。 アーネスト・キング少将からクレブラ島上陸作戦演習見学の招待があり参加している。1941年9月、太平洋艦隊所属の第5巡洋艦戦隊司令官に就任。指揮下にあるのは従巡洋艦4隻に過ぎず戦艦部隊司令官を望んでいたスプルーアンスをがっかりさせたが、別の任務候補が海軍省兵器部と大西洋。 艦隊参謀長だったため、ワシントンに行くよりはマシだと思って、事例を受諾した。9月、新珠湾に到着すると、従順洋艦、ノーザンプトン、CL、CA-26 に、正規を掲げた。11月28日、ウェイク島に航空機を輸送する任務を帯びた、春勢中将式の第8任務部隊の一部隊を引き、新珠湾を出港した。 1941年12月、太平洋戦争が勃発。海戦時は、ホノルル西方200マイルの洋上に降り、真珠湾へのキロ途城であった。1941年5月末、第16任務部隊司令官のウィリアム・ハルゼーが、皮膚病にかかって入院する際に、代理指揮官にスプルーアンスを指名した。第16任務部隊は、空母部隊であり、スプルーアンスは、 航空は専門外であった。参戦時のアメリカ海軍にはまだ航空部門の将官は少なく、三人の空母、部隊司令官のうち航空部門出身の司令官はハルゼー中将のみで、他のウィルソン・ブラウン少将、フランク・ J ・フレッチャー少将はいずれも水上部門出身であり、スプルーアンスの起用は異例のことではなかった。ハルゼは条件として副官以外の幕僚は ハルゼーの爆僚をそのまま引き継ぐことと、機関は空母、エンタープライズに置くことが定められていた。これを受諾すると、副官ロバート・オリバー中尉だけ連れて、エンタープライズに乗艦し、出港、1日遅れで出港した、フレッチャー少将の第17任務部隊と、ミッドウェイ東北東のポイントラックと呼ばれた地点で合流、フレッチャー提督指揮の下、 当時予期されていた日本軍のミッドウェイ島攻略に対する迎撃の準備についた。第十六任務部隊の幕僚の面々はスプルーアンスのことを航空のキャリアがないことだけしか知らなかったが、初めての会食の席上スプルーアンスは諸君、私は諸君の一人一人について、いささかの不安の念も持っていないということを、まずはっきりさせておきたい。もし一人でもそうでない人物がいたら、 ビル・ハルゼーが、君たちをこのままにしておくはずがないからだと明言し、信頼を勝ち得た。太平洋艦隊司令長官チェスターニミッツ大将は、スプルーアンスに、日本軍がミッドウェイを占領しても、我々は、後からゆっくり取り返せばいい。戦況不利なら、退却したまいと語った。1942年6月、ミッドウェイ海戦を指揮し、日本の空母四隻を撃沈する勝利を得た。 1942年9月、太平洋艦隊参謀長、司令長官は、チェスター・ニミッツ大将に就任。ニミッツの感謝に候老しており、講師にわたって行動を共にしている。ニミッツも次第に自分に対する要件をすべて、スプルーアンス経由にするほど信頼するようになった。1942年10月、南太平洋艦隊司令官。 ロバート・ゴームレイ・中将からのガダル・カナルに関する悲観的報告に豪をに癒したニミッツの指示でスプルーアンスは復帰したハルゼー・中将と共に現地視察に赴いている。1943年5月30日に中将に昇進し中部太平洋艦隊司令官に任命。この時指揮下にある兵力は正規空母6隻、軽空母5隻、護衛空母7隻、 戦艦12隻、巡洋艦15隻、駆逐艦65隻、潜水艦10隻、上陸作戦用輸送船33隻、戦車用陸艇29隻、タンカー22隻、陸軍航空隊爆撃機90機、海軍爆撃機、偵察機66機、海兵隊航空機200機という膨大なものであった。機関は、スプルーアンスの故郷の名を冠する、重巡洋艦、 インディアナポリス CA-35 に定めている。この船は巡洋艦船隊機関クラスの設備しか備えておらず、これだけの大艦隊を指揮するには収容能力が小さかったが、指揮、命令系統のスリム化を図る上で爆量の数をインディアナポリスに収容できる範囲に制限する効果があった。スプルーアムス以下爆料32人が乗船したが、32人という数は、 ハルゼーの爆僚の半分程度の規模だった。この少数精鋭主義の爆僚陣を、カール・ムーア大佐が参謀長として束ねた。ギルバート・マーシャル諸島の戦い、コードネーム、ガルバニック作戦の攻略戦を指揮した。1944年2月10日、大将に昇進。この頃、機関を新鋭戦艦、ニュージャージー、BB-62 に移した。トラック島攻撃の際、 戦艦、ニュージャージー、アイオワイカ巡洋艦2隻、駆逐艦4隻を実卒し、航空攻撃で撃ち漏らした日本の艦隊の追撃を行っている。1944年3月、中部太平洋艦隊が第5艦隊と解消された。ウィリアム・ハルゼーの第3艦隊と交代で空母部隊を指揮した。第3艦隊司令長官のウィリアム・ハルゼーと 比較されることが多く、チェスターに三つ大将は、スプルーアンスを、将の中のショーハルゼーを、卒の中の将と評している。アーネスト・キング大将は、ハルゼーを、頭の悪い奴、スプルーアンスを、米海軍提督の中で最も頭がいいと評した。1944年3月から、パラオ諸島の攻撃を開始、4月には、攻略完了している。期間を、 インディアナポリスに戻し、一旦、新珠湾に寄港した後、5月28日に、再び出港。1944年6月、マリアナ諸島の攻略に着手し、マリアナ沖海戦で、小沢寺三郎中将が指揮する日本海軍の機動部隊に勝利する。7月9日、サイパン島。8月8日には、テニアン島。8月10日には、グアム島が陥落。 マリアナ諸島の攻略に成功した。8月中旬、作戦部長、アーネスト・キング大将の命令で、ムーア参謀長は、解任、公認の参謀長、アーサー・シー・デイビス少将が、着任した。8月末、サイパン島で、ハルゼー大将と指揮権を交代すると、真珠湾に戻った。ニミッツは次の目標は台湾だろうと示唆したが、スプルーアンスは、 伊王島と沖縄が良いと答えている。休養と次の作戦立案の最中の1944年10月に、冷凍沖海戦が起こり、そこで、春勢の諸突盲信が問題視されたが、ビル春勢は日本からやってきた、艦隊、小沢艦隊に対して実によく行動だと述べて、春勢を擁護した。百四十五年一月、新樹案を出港、ルシ艦で指揮権を引き継ぐと、 医王島の戦いを指揮した。この戦いは、軍部内で批判も強かったが、陸軍航空隊、カーチする名少将が、非常に大きな価値を持つと断言したため、作戦を断行した。2月末に医王島攻略を成し遂げると、一旦うるしい干渉に帰還した。3月14日、沖縄戦、アイスバーグ作戦に向けて、出航、3月18日に攻撃を開始した。 この戦闘で日本の特攻により正規空母3隻が行動不能空母フランクリンには爆弾2発が命中した3月31日には機関インディアナポリスに特攻機が命中する4月5日戦艦ニューメキシコ BB-42 正規を移す4月1日沖縄本島に米軍が上陸したが日本軍の抵抗に上陸部隊の 大従軍司令官サイモン B ・バックナージュニア、陸軍中将もひるみ、スプルーアンスを落胆させた。4月6日、伊藤誠一中将を率いる戦艦、ヤマト以下の海上特攻隊を補足、モートンデヨ少将の戦艦部隊に迎撃を明示し、同時に艦隊には航空部隊も連ねていると推測した、スプルーアンス大将はマーク・ミッチャー中将に対しても、空からの脅威に対処するよう命じたが、 攻撃隊の発艦準備を整えたマーク・ミッチャー、中将から、機関において攻撃されるや、あるいは東方において攻撃すべきやとの打電を受け、即座に言うテイクゼム、君が、やれと返信した。5月12日、臨時機関、ニューメキシコにも特攻機が命中し、戦士54名、負傷119名が出た。ニミッツ元帥は、司令部は限界に達していると判断。 攻略作戦途中で、ハゼー提督と交代という非常事を取った。5月28日、ハゼー提督が、戦艦、ミズーリ BB、BB-63 で沖縄西海岸沖に到着し、指揮権を交代すると、修理が完了していた、ニューメキシコで、グアム島に帰還した。6月に陸上に司令部に移すとほどなくして、アメリカ本土に、 休暇で帰国一週間ほどモンロビアで過ごすとすぐにグアム島に戻った。8月14日にニミッツから正式に日本占領計画が発令され、期間を戦艦ニュージャージーに定め準備に取り掛かった。8月15日の日本降伏のニュースはグアム島で聞いた。その時満足げな顔はしたが、特に何の感情も示さなかったと息子エドワード回想している。 1945年8月27日、マニラ湾に到着。29日、ダグラス・マッカーサー陸軍元帥と対面した。マッカーサーに会ってみると、日本に対する考えが同じであることが分かり、尊敬するようになった。後に、マッカーサーであれば、日本占領をうまく切り盛りできるだろうという胸の発言をしている。9月2日の戦艦、ミズーリでの幸福文書調印式に、 マッカーサーから招待を受けたが、ニミッツが自分の出席を求めるなら、ニミッツがそう言ったであろうと答えて拒否し、この時、沖縄のカグスク湾で艦隊の指揮を取っていた。在日海軍司令官の職務に就くと9月15日に、和歌山に上陸、病院船、サンクチュアリー他2隻に収容されたアメリカ軍捕虜を、見舞うと17日に横浜港に入港。 イギリス海軍のサーバーナード・ローリングス中将のもてなしを受け、帰還、キング・ジョージ5世で、久しぶりに深酒をした。後日アメリカ本国に帰国するハルゼーを見送ると、横須賀でマッカーサー率いる占領軍本隊、新中軍の上陸支援、嫌いの総会、捕虜の帰国に従事した。また、アメリカ軍兵士の強姦事件、下流病、泥水者が続発したので、艦隊遺憾。 ウィルカッツ博の提案で在日米海軍の管理下の慰安所を設置、犯罪、性病が激減したが、従軍牧師が連邦議員に海軍が横須賀で売春を許可し、これを奉助していると報告したため、海軍省はスプルーアンスに直ちに廃止するよう命令した。11月、第5艦隊司令官の地位をジョン・ H ・タワーズ中将に引き継ぐと、真珠湾に戻り対明。 二週間後、ニミッツ元帥の公認の太平洋、艦隊司令長官に就任する。しかし、わずか二ヶ月ほどで、タワーズ提督に譲ると、1946年2月1日から、海軍大学校長となり1948年7月1日に、退役した。スプルーアンスは、終身現役の元帥にはなれなかったが、退役後も、終身。 大将の報級を受けるという前例のない待遇を連邦議会から認められた。カリフォルニア州モントレー半島ペブルビーチで妻と引退生活を送っていたが、ハリー・エストルーマン大統領の指名を受けて1952年1月に中フィリピン大使に就任、1953年に退任する予定であったが、後に大統領となったドワイト・アイゼンハワーに移住され、延長。 1955年まで勤めた。その後、ペブルビーチに戻る。1966年、追感板ヘルニアと白内障を患い、後に、動脈硬化症を併発する。1969年春、長男エドワードが、交通事故死すると精神に異常をきたし、認知症のような状態に陥る。1969年12月13日、自宅で死去。 去年83、最後の言葉は、私は妻に、さよならを言いたいのだであった。海軍による葬儀の後、サンフランシスコの二、ニミッツ、ターナー両帝督の墓と隣り合うように葬られた。スプルーアンス級駆逐艦のクラスネームと、その一番艦、DD-963、r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦の61番艦、DDG-111 は彼にちなんで、 名者た。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。